まるたかチャンネル。どうも、まるたかまなみです。今日はですね、マザーズバッグが見たいというコメントがあったので、私の一日出かける時の一番多い荷物の時のマザーズバッグの中身を紹介したいと思います。まずこれ、私はね、わりかし両手開けたいのでリュックが多いです。で、これはディオールのなんですけど、パパも一緒に使えるようにしています。まずだいたいお水、お茶かお水か水分補給用にね、入ってます。アンポンモン、アンポンモン。で、まあタオル、タオルはまあちっちゃいのもちょっと大きめのと2個ぐらいで、これ気になるからこれ先に、日傘ね。日傘だいたいね、今はね、こういう、これもアンパンマンだ、帽子をかぶってかぶらせてます。で、あ、これね、これはお着替え、だいたい肌着と T シャツとズボンが入ってます。ジップロックに入れとくとかさばらないから楽ですね。これはね、この中身はだいたいお菓子お菓子ですね。そう、これ美味しいですよね。私もたまに食べちゃう、一緒になって。そして、あ、これね、一応入れてる、まだ。あまりもう使わなくなったんですけど、ポニーの抱っこひも、抱っこひもってかさばるから持っていくのめんどくさいじゃないですか。ポニーの抱っこひもは最初慣れるまでちょっと難しいけど、慣れたら楽ちんに使えます。ほんで、これ今夏だからちょっとひんやりした、なんていうんだ、ちょっとどっか行った時下に敷くとかかけるとか、そういう時に使ってます。次、あ、まあこれはご飯に行く時に持っていくもの。これはなんか使い捨てのこういうやつと、あとスプーンとフォークと、私は一応ふりかけが入ってるんですけど、あと今はね、あんまりもう使わなくなったけど、おうどんとか一緒に食べれるようになって、おうどん屋さん行った時とか、大きいものとかをチョキチョキ切ってあげてたので、ハサミは結構その離乳食後期かな、後期ぐらいから使いました。で、あ、まず先にビニール袋、まあ、ビニール袋は何にでも使える。ビニール袋と、あとはもうね、お手手拭くやつ、お手手も口も拭くやつ。これね、楽天のママ割のあれで入ってたんですけど、この中に、これは虫除けスプレー、あとまあ除菌、あとね、日焼け止め。去年まではね、もう日焼け止めとかまだちっちゃかったから塗ってなかったんですけど、あんま外も行ってなかったし、今年はもうガンガン外出るので日焼け止め。これは母子手帳ケースです。結構ね、中も入るんですよ。ちょっと待ってね、見せられないものたくさん入ってるから一回出すわ。はい、全部出しました。ほら見えるかな、結構入るんですよ。だからまあ母子手帳を入れて、あとは子供の、なんだろう、病院のカードとか保険証とかも全部この辺に入れて、あとお薬手帳、予防接種のノートなど、結構その娘に関するものは全部この中にしまっております。そして最後はこれ、これは防水だし、まあ、ここからお尻拭きは出せるんですけど、生まれた時からもずっとこれで、この中にはまあ おむつ今4枚しか入ってないけど、まあお出かけの内容によって変えます。で、ここに一緒におむつ替えシートっていうのかな、あとはね、あ、すっごい雑に入ってるけどこれね、おむつをこの中に入れて持ち帰る匂わない袋、あとはこの辺の子たちを結構連れて行きたがるので一緒に行きます。で、もう今私は断乳しているので授乳してないんですけど、授乳している時はもう絶対必要だったのが授乳ケープ、これ使ってた。これはベベなんちゃら。授乳ケープは絶対このここにワイヤーが入ってる方が子供の顔がちゃんと見えるので、
なんかワイヤーが入ってないとちょっとなんか熱くないかなとか心配になっちゃうので、最初ねワイヤーないものを買ってて、ワイヤーあるものに変更しました。なのでこれから買う人いたらワイヤーある方がいいかなと思います。はい、そんな感じで参考になったかは分かりませんが、私のマザーズバッグの中身はこんな感じでした。見てくれてありがとう。見えるかな、こうやってやればいいのかな。ちょっとめっちゃ、はい、なんていうの、針入ってるっていうのかな、まあ、こんな感じで少しでも参考になることがあったら嬉しい。はい。